ジック、1996年2月15日イ、は、セルビアのサッカー選手。セルビア代表。SL ベンフィカ所属。ポジションはミッドフィールダー。2種に生まれ、地元の FK ラドニチュキ2種の株組織に在籍した。ここで頭角を表した。彼は、パルチザンベオグラードの株組織に移ったが、彼自身は、レッドスターベオグラードのファンであることを後に明かした。 その後、FC ビトルル・コンスタンツァの下部組織であるゲオルゲ、ハジフットボールアカデミーに在籍し、2014年にエンポリー FC を経て、AS ローマと5年契約を締結した。2016年はじめに、ローマからレンタル遺跡で FK、チュカリチュキに加入。セルビアスーペルリーガで選手としてのデビュー戦を迎え、この試合で初得点を決めた。 二戦目となった FK やゴディナ戦でも30メートルの距離からゴールを決めた上にアシストも決める大活躍を見せた。2016から17シーズンの終了までの1年半在籍しカップ戦闘も合わせて31試合4得点の結果を残した。2017年7月21日にはレッドスターベオグラードに加入。公式には2019年夏までは ローマからのレンタル遺跡での加入であるが、レッドスターベオグラードと5年契約を締結、つまり、ローマとの契約が満了するまでのレンタル遺跡及び2019年夏から2022年夏までの完全遺跡での在籍契約をした。背番号は49番を選択。2017年7月27日に行われた UEFA ヨーロッパリーグ2017から18。 予選の AC スパルタプラハ戦で61分にリカルジーニョに代わって途中出場しレッドスターベオグラードで初出場となった初得点は同ーの FC クラスのダール戦でこの試合は彼の得点があって2から1の勝利となった8月27日にはパルチザンベオグラードとのベチティダービーにも初出場この試合では67分に アレクサンダルペシッチと交代しての途中出場であった。9月14日には FC バテボリソフ戦で移籍後2得点目を記録し、この試合は1から1の引き分けに持ち込んだ。11月18日の FK ラドベオグラード戦で中足骨を骨折。これでレッドスターベオグラードは2017の18シーズンが始まってから半年も経たずにブランコ・ヨビチッチ、バニアブツチェビッチ、 そして彼の三人を中足骨骨折で戦線離脱させる事態となってしまった。2018年8月30日、オリンピックマルセイユに完全一席。同年9月30日に行われたリーグ案第発節、ロスクリール戦にて加入後初めて、フル出場を果たした。しかし、この試合でチームは0から3と完敗している。2021年2月1日、 ヘルタ・ベルリンに買い取りオプション付きのシーズン終了までのレンタル遺跡で加入。2021年8月22日、SL ベンフィカにレンタル遺跡で加入。セルビア U-17 代表として2012年から2013年にかけて6試合で、ベラルーシ U-17 代表戦でのハットトリックを含む5得点の結果を残している。その後、 U-18 代表、U-19 代表にも選出された。2016年11月には、ネナド・ララトビッチ監督から、U、U-20 代表に招集され、モンテネグロ U-21 代表戦で、U、U-20 代表初出場となった。U-21 代表にもララトビッチ監督から、招集され、UEFAU-21 欧州選手権2017。 に出場した。2017年11月に、ムラデン・クルスタイッチ監督代理から、セルビア A 代表に招集された。14日に行われた韓国代表との、親善試合で81分にアンドリア・ジブコビッチに変えて投入され、セルビア代表デビューを果たした。2018年6月から7月にかけて、ロシアで行われた、2018FIFA ワールドカップでは、 スイス戦とブラジル戦の両方の試合で途中出場し、大会デビューを果たした。ありがとうございます。